朝モンハンやって。あ、なんかチーム A の紹介されてるよ。あー、京伊藤さんでかすぎる、マジで。チーム A なんて言われてる。チーム A って言われてる。俺さ、俺思い出した、京ちゃんのさ、アイコンあるやん、あの顔でかいやつ。俺、DMF T シャツあるやん、京ちゃんの顔写ったやつ。俺、服の筋トレ始めてからさ、俺服のサイズが M から XL になったからさ、なんかその昔着てた M サイズの服を俺おばあちゃんにあげてんのよ。なんかおばあちゃんが着て欲しい欲しいっていうか、でなんかおばあちゃんがそれで俺の服を物色してて、きょうちゃんの顔写ったなんか T シャツパって出てきたからさ、あ、俺それあげるよって言ったらさ、こんな気持ち悪い T シャツ着て外出れへんわって言ってて、いやそれ友達の顔やからっつって、そうきょうちゃんでっつったら、あ、この人がきょうちゃんとか言って、ふざけんなって、こんな気持ち悪い顔の T シャツ着れへんって言って、ふざけんなって指定してあげろよ。いやそれでさ、思い出したわ、きょうちゃんのそのアイコンで。よし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 、最悪。よし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 ホットドッグさ、今のホットドッグさ、イエーイ。いやーって、だって俺よりさっき生き残ったじゃないですか。いやだから俺はだから波が激しいのよ、やっぱそこがやっぱ君たちプロとは違うから、やっぱりね、プロはこうプロとして、うん、やっぱプロはやっぱ波をさ、なるべくなくしていくじゃん。俺はもう波が激しいんだから、すごい時はすごいよ、そりゃプロとして。そうそうそう、プロとして作戦向かい正樹だから、こっちはキーマウ以下のパッド3人きちいわ。いやいや、なんか言ってるよ。なんか言ってるけど、ゼロだから、一緒。変わんねえんだよな、マジで。なんか言ってるけど、ゼロだから。突破してたらね、まだ俺らも、いや、ごめんねってなるけど。そう、なんか変わんねえんだよ。ファイナルラインとね、もし、もんちゃんがファイナルステージ行ったならね、俺本当にもう、チンコ出して全裸で逆立ちしながら、モンキーの大阪まで行ったのかなって。来たよーっつって。次、ガチでファイナル行ったのかな、マジで。ガチでカットしよう、マジで。チンゴ出して逆立ちで、ちゃん今日の逆立ちで、あのムササビみたいにバサバサしたら、クッソでけえ玉袋でラスボスみたいな、ラスボスみたいな感じでも来たよーっつってひっくり返りながらぐるぐる回って、いや軍資金だけやと思ってたけど、またちょっとファイナル行く違う理由できたら、やってやるよマジで、いけんて。俺がだってそもそも全裸で逆立ちっていう前に逆立ちすること自体がまず奇跡なんだから、俺が全裸関係ないから、全裸関係ないから、できんのかな。いや多分びっくりすると思う、多分できるわけないあの巨体が2秒ぐらいで、あの顔が男梅になると思う、多分本当に一瞬で血真っ赤になって、支えることすることできないと思う支えれないよね。いや支えれるよ、もうムッキムキよ、こっち任せてほしい。パワーっつって、パワーっつって、肉塊になってんじゃない、上半身。まあ無理だから、でもモンちゃんファイナルステージいけないから、ほんと無理無理、マジで亀みたいにやっちゃうか、首が入りそうよな、体の中にもうぐちゃぐちゃって、面白いハゲは言い過ぎやろ、マサキング言ってない、ほんまハゲはあかん、ほんまマサキング、デブはいいけどハゲだけはあかんで、ええ加減にせよ、ほんとに一緒にゴリラクリニック行こうか、横で見てて、俺が本当にハゲじゃないってことを証明してあげるから、マサキングに。医学的なんですね、医学的にハゲじゃないってことを証明してあげるから、一緒に病院、皮が伸びてるだけよ、一緒に病院行こうか、一緒に病院一緒に病院行こうか、大丈夫、部外君、どっからどう見てもハゲやろいや、そんなこと思ったことないですよ。え、いや、思ったことないですよ、そんなこと。いや、そうかな、マサキングとご飯行った時、俺の目じゃなくて頭ばっか見てるもんマサキングなんか京一郎さん言うて頭ばっか見てるもんって、ま、目と目が合わんかったね、目と目が合ってない、頭皮しか見てなかった。おい戦闘じゃね、モンちゃん。いやホットドッグ迷う、自分申請いけ、自分申請、レースだぞレース、モンちゃんいいよいいよ、こういうのはもう、こういうの感覚でいくよ、こういうのは、そう感覚よ、いいよいいよいいよ、あ、早い早い、俺は逃げ馬や、そんな飛ばしていいのか、あ、もう行く、いけいけ、飛ばせ飛ばせ、いいぞいいぞ、モンキー、あ、モンちゃんいいよ、やばい、ごめん、俺に、俺
あちょっと待って、ちょっともーちゃん、やばい、まだ大丈夫、まだ落ちてる、ここから足温めて、足温めてもーちゃん、足温めて、いいよ、あちょっと、ちょっと、笑かった笑かったって頼むって、いけるか、やばい、おっやばい、ちょっと後ろ目や、おいで、こっからいける、こっからいける、こっからよ、こっからこれディープインパクト、ディープインパクトやぞ俺、こっから抜けんの、こっからマジおい、ショートカットねえか、ショートカット正面ディープインパクト、いけ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 、いいよ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 、なんだなんでねマジでないっすね、道中、いやいや、道中不意受けすぎた、あのね、くるくる回る鉄棒みたいなやつでハマりすぎなのよ、かわよ、え、肺外ハゲてなくて俺ハゲてんの、意味わからんやろお前らのコメント、どういうことだ、肺外ハゲてなくて俺ハゲてんの、あスキンヘッドじゃないの、あっちは、いやいや見りゃ分かんだろあれ、だって正面から見て右側が青いプツプツ出てるってことは、あの髪の横のラインは生えてくるけどてっぺんは生えてこないよ、これこれ近くで見たら全部分かるよ、これ全部分かる、ほらほらほら、もう全部青くなってるよ、青くなってる、これでハゲてなくて俺がハゲてんの、意味分からんやんそれほら横向いたら分かるやん、これ 青くなってるよ、あのヒゲの剃り残しみたいな、ほらほらほら、これてっぺんじゃん、これ、うわ、トゥルトゥルよ、これ、トゥルトゥル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 、これ。インド、インド入っとるから。いや、てか、向こうの血ずるいわ。だって、かっけえもん、普通に。スケートかっこいいよね。マジでかっこいい。日本人の顔、日本人の顔のパーツじゃ無理。顔のね、パーツがちげえ、マジで。あの目と眉のそうそう幅がさ、こう眉からさ、完璧なんだよ、パーツがかっこよすぎる、目が綺麗すぎる、 目で、目が綺麗だしめ光ってもピカピカしてるもん、シンジさんの目見てみ、もう闇人二人ぐらい